どうも大スケです。今回は Facebook とかメタ社がリリースしたスレッズという新しい SNS の凄さと僕たちが今すぐやった方がいい理由そして Twitter との違いってどんなことがあるのということについてお話ししていきます。というのも僕まだスレッ e インストールして1日2日しか経ってないですけどまあ Twitter、まあ、ももちろんやってるんですけどねただ、まあ、正直皆さんも 薄々感じてる通り、なんかでで惰性やってますなんとなくダラダラとまあアンインストールする理由もないからやってるかみたいな風になってるかもしれないですけど僕と同じように自分の影響力高めたいとか、まあ、自分の人生変えたいとか自分のことを応援してくれるファンが欲しいっていうふうに思っているのであればあのスレッズを使うっていうのが選択肢として結構ありなんじゃないのかなっていうのと、まあ、別にツイッターやめる必要はなくてツイッターで投稿してる内容をそのままコピペしてスレッズに貼り付けるだけでもいいからとりあえずやっていませんかって話なんですよね。 これあのフェイスブック、まあ、あのメタ社旧フェイスブックなんですけどが7月上旬7月5日とかかなもうつい最近リリースされたばっかでインスタグラムとかフェイスブックを抱える会社ですとで中身はツイッターのようなものなんですよねで今更別にツイッターあるしツイッターのようなものをだ出す必要なくないって話なんですけどでこのスレッズはあの利用するためにはインスタグラムのアカウントであのあのログインする必要があるわけなんですよね。 でもちろんインスタグラムって大抵の人たちフェイスブックと連携してるかもしれないですけどという特徴がありますとで他にどういう機能があるのって話なんですけどツイッターとの違いについてまずお話ししていきますね。で 一番大きな違いっていうのが僕個人的に一番大きいなっていうふうに思うのは Twitter と違って Facebook とかインスタインスタのアカウントとスレッは連携しなきゃいけないからその匿名性が低いそのこれは誰が喋ったのかっていうのを追っかけることができるわけなんですよねだからよくあるそのネットの嵐コメントとかアンチコメントみたいになんか人のことを散々ざり、バリズを見せたいとか誹謗中傷したらこいつは誰なのかどこの誰なのかっていうのがバレるわけなんですよねってなったらあの匿名性が低いとやっぱり嵐コメントも少なくなるわけなんですよね その誹謗中傷とかに悩まずにまあそ,のそういうことに怯えずに自分の好きなこと情報発信しやすいっていわけなんですよね。そして インススタのストーリーリをシェアでできるらしいんですよね僕そんなインスタのストーリーとかシェアするタイプじゃないですけど何せよそのインスタグラムでなかなかその派遣を取ってるとかすでにフォロワーがいる人たちとかもあの自然にスレッズに移行しやすいっていうのがメリットの一つなんじゃないのかなって話なんですよねそしてツイッターとの違いでツイッター140文字までしか投稿できないと思うんですけど、まあ、課金してツイッターブルーにしたらなんかいっぱい書けるみたいなんですけどあのスレッズはそもそも無課金の状態であの今のところ課金システムとかないですけどあの無課金の状態で 最大500文字まで投稿できるらしいのであのまあ普通にツイッターよりもちょっとツイッターって文字少ないからなーっていうふうに思ってる物足りないなーっていうふうに思ってる人たちはツイッターよりもより多くの文字を情報発信できるプラットフォームというだけでもスレッズは使う価値あるんじゃないのかなっていうふうに思いますねそしてあとはまあおまけみたいなところなんですけど自分が何人フォローしてるのかが表示されないわけなんですよ逆,、まあ、逆にプロフィールに飛んだら何人に何人にフォローされてるのかとかわかるわけなんですよねでダイナス系まだ40人ぐらいしかいないんですけどフォロワーがね ただ何人をフォローしてるのかっていうのを割れないわけなんですよで Twitter で FF 比って言うじゃないですかそのフォローとフォロワー率でそのなんかあのフォロワーがめちゃくちゃ多いというふうに見せかけてフォロワー1000人ぐらいいるやんというふうに見せかけてその1万人ぐらいをフォローしてその10分の1しかあのフォあのリプライがリプ,リプライというかフォロー返しが来てませんみたいな残念な人とかもいっぱいいるじゃないですかみたいなのがバレないんですよねだからたくさんの人たちにフォローしまくっておいてもそのなんだろうそのまあ そのなんかだ誰かからフォローが来ましたあフォローのリクエストが来ましたっていうなってこれ誰かなっていうふうに見た時にそのなんだろう FFE が1,000人からフォロー返ってきているけど1万人をフォローしまくってるようなあこの人多分中身スカスカなんだろうなっていうふうにバレにくいっていうのが、まあ、個人的にはそのなんか最初にやっぱそのアカウント伸ばすために誰かに認知されなきゃいけないからとりあえず手当たり次第にコメントとかをいいねとかフォ,ローあのフォローしまくったりとかする作業が誰しも発生すると思うんですけどそういう時に相手に怪しまれにくいっていうのはちょっとメリットの,あの僕個人 個人的にはメリットかなといいう,うに思いましたであのメンタリスト DAIGO さんの,その動画のプラットフォームの d ラボに僕入ってるんですけどその,その d ラボの弟子の方々に多分僕片っ端から何百人かちょっとフォローさせてもらったんですけどその時もなんだろう僕がそもそもそのなんかフォローを何百人にしててまだ40人からしかフォローが返ってきてない状,っていう状態が相手側には続けにならないのはなんか良いなというふうに思いましたで他に Twitter との違いとしてダイ,レクダイレクトメッセージが送れないですよねそして 広告が掲載でできないですよ、まあ、ゆくゆくは TikTok みたいに YouTube だって最初は広告だってつかないもうただの趣味だったじゃないですかただ広告がついて YouTuber っていう風にかお金を稼げる人が出てきたりとか TikTok だって TikToker っていう風にそに TikTok の広告でお金が稼げるような人とかも出てきたじゃないですかでやっぱりその利用者がどんどん増えてきたらそのプラットフォームにあの広告を載せたいという企業が出てきていずれそれで稼げるようになる可能性もあるわけなんですよね。 みたいな風に今のところ不,あの不掲載ですと。でなったらその広告不掲載でダイレクトメッセージとかスパムとかも来ないっていう風になったらあのそれだけでなんかストレスの少ないツイッターとして利用可能なんじゃないのかなっていう風に思うわけなんですよね。しかもアンチも湧きにくいっていうあのなんか仕組みができてるしね。これ結構大きいメリットなんじゃないのかなっていう風に思うんですよ。ただ1個ちょっとその良くないところというかまだその多分作成とか開発段階だと思うんですけどコメントの検索が不可なんですよね。ととかとかあの TikTok とかでもなんかキーワードを調べてあの例えばそのブログの解説の仕方とかおいしい料理の鶏むね肉のおいしい料理の仕方とか調べたら何かしらハッシュタグで引っかかるじゃないですかただその誰かのコメントをそのなんか検索することができなくてアカウントの検索のみ可能なわけなんですよね堀江隆海とかメンタリスト大号とかそういうのを調べたらそういうアカウントだけは出てくるけど自分のぞ望むコメントを探すの探す機能はないっていうのはまだちょっと今後の,あの進化に期待って感じなんですよねでも Twitter と同じ機能としてあの まあ名称は違うんですけど、リツイートとか引用リツイートはできますと、そして画像とか動画、確か10個ぐらいあの自分のメッセージと一緒に貼り付けることができるわけなんですよね。そしてあこれ書いてなかったんですけど、その動画とかウェブサイトとかのリンクも貼り付けることができるわけなんですよね。そして人の投稿に対してコメントを返すこともできますと、そしてあの自分が投稿した後、その投稿内容を編集するのはあの不可能ですと。まあ Twitter、はブルーっていう課金すればその 投稿した後編集可能になりますけど何せそういうところの共通点とかまあ、違うところがあるんですけどまあ総合してみたらその嵐の少ないそしてそのライバルの少ないツイッターって考えたらそして文字数もたくさん投稿できるっていう風になったらそれだけでもなんかまずスレッズってやる価値あるんじゃないのかなっていうふうに思うんですけどでさらに加えてその今すぐ始めた方がいい理由についてお話ししますというのもやっぱ先行者有利っていう言葉があるわけなんですよねというのも皆さんもその15年ぐらい前に戻れるんだったら YouTube 始めてますよね ライバルが少ないうちに市場に参入するのは非常に僕たちがその合理的というか少ない労力で最大の成果を得るために非常に役立つわけなんですよで今から YouTube でヒカキンさんに追いつくよりも新しいプラットフォーム新しい SNS であのヒカキンさんの立場になる方がよっぽど簡単なわけなんですよね。 で、まあ、YouTube も面白いしあのどんどん世界中でユーザーも増えてるけど代わりにその僕みたいにそうぞうむぞうの,そのな,んかなんちゃって底辺 YouTuber もどんどん増えてってるじゃないですか可処分時間の奪い合いですよねその利用者たちからっていう風なプラットフォームよりもそのどんどん伸びている場所に投資するのか YouTube もあと15年先にあるかと言われたらちょっと難しいなっていうそれはちょっと分かんねえなっていうふうに思いますよねみたいなふうにそのまあ 明らかにその爆発的なピークは過ぎたよねっていう,いう状態になっているのであれば、別のプラットフォームを探すのも十分ありな選択肢なんですよね。だから今すでにその僕なんかでもよっぽどその YouTube とか TikTok とかいあの Instagram とか Twitter とかであのインフルエンサーとして影響力を持ってるのであれば、その影響力を引き下げてスレッツに移動するだけでも、そうなんだろう。まあ、スレッツでも影響力を持ってたら、その選択肢が増えてたら、それに越したことはないじゃないですか。 で今ならそのなんかスレッツすれつの凄さに気づいてなかったりとかまあ、まだあとで行くっかっていうふうにそのちょっと遅れをとってる人とかがいるかあの影響力を持ってるけどまだ参入してない人とかがいるからそのなんなか芸能人だって YouTube に参入するのって2020年とかコロナ禍の時だったじゃないですかみたいなふうにまだライバルが少ない今のうちが狙い目なんですよねじゃあなんでお前そんないい情報を話してんだって話なんですけどいや、うんまあ、言わない方が良かったかもしれないですけどちょっとねあまりに凄す,すぎてちょっと興奮してまあ うんうん、まあまあなんだろう気まぐれみたいなもんっす、まあ、とりあえずその僕と同じように早いうちから始めておきましょうって話なんですけどあとこれ繰り返しになるんですけどやっぱユーザーの質がいい可能性が非常に高いわけなんですよね、まあ、匿名ではないからやっぱりその嵐を気にせずにそのなんかあのお互いに健全な建設的なやり取りをしつつ情報発信できる可能性が非常に高いわけなんですよねでまああの今ちょっと偏見もあるんですけど今まで僕がツイッターを使ってきた感想としてあの日本のツイッターって僕みたいにその努力しない隠居の集まりなわけなんですよね その結局その自分は安全権から代替案を出さずにそれってどうなんですか倫理論的に道徳的にどうなんですかみたいな風に批判だけしてそうなんかまあ結局努力しない中身空っぽな人間が自分の自尊心を確かめるためにあのゴミたちが集まってその芸能人とか YouTuber たちによってたかって石を投げて自分の存在価値を確かめているわけじゃないですかみたいなやつら,らの恩賞がもうそのなんか人間の墓場みたいな場所が Twitter に諦めみたいな場所になりつつあるわけなんですよね。 もちろん Twitter で一生懸命情報発信を頑張ってる人もごく一部はいますよただそそのなんだろうそのま,ま僕みたいに陰キャの人たちってインスタしてないじゃないですか <laughs> 僕も苦手で何回かアンインストールインストールしては挑戦してはやめてを繰り返したことあるんですけどそのま例えばインスタとかって とかフェイスブックとかそのなんか匿名性がないような状態だったりとかどんな写真をあげてるかとか日頃どんなものを見てるかどんなものを食べてるのかっていうのを投稿するプラットフォームだとやっぱりその本人のセンスが問われるわけなんですよね。おししゃれなな写真だっっったたりとかかどこにに外出してるのかっているのう風ら その自尊賃が低かかったりとかあもちろんそのインスタでそのなんかインスタ映えだけを狙った中身つからかんの人間も多少いるにはいますけど、まあ、ツイッターなんかよりも全然その外交的だったりとか外出傾向が高かったりとかそのいろんな情報にオープンな可能性がある人たちもがイン,スタインスタとか TikTok とかには多いわけなんですよね。 であの何だろう、まあ、要するにそのユーザーの質で言ったらそのインスタからたくさんの人たちがスレッズに流れてくるだろうしそして写真の投稿も可能でなおかつ匿名性,も匿名性の低いそのなんかスレッズは Twitter、まあ、をどうせ使うぐらいだったら。 すれずに移行してもいいんじゃないのって話なんですよね。で、少なくとも完全に僕個人の話なんですけど、僕ツイッター、まあ、完全にセンスがなくて、3年ぐらいやってるんですけど、フォロワーがずっと200人ちょっとしかいないんですよね。ここ1年ぐらいとかもう本当に、あの、まああの、誰かがフォロー外して、その同じ数だけフォロワーが増えてみたいな感じで、結局、プラマイゼロで200人、フォロワー数210人ぐらいがあの、ここ1年ぐらいずっと続いてるんですけど、っていう、あのなんだろう、停滞してる状況になるぐらいだったら、別のプラットフォームに移動しようかなっていうふうに僕は思ってるわけなんですよね。まあそんな風に 僕と同じようになんか突破口欲しいなっていう人たちは別のそのチャンネルというか流入源をあの模索するっていうのもいいんじゃないのかなって話なんですよね。ということで結論として、まあ、あのスレッズを Twitter と並行で試していいんじゃないとどっちかしかできないなんて法律とかないんだからとりあえず両方試してみたらいいんじゃないと。 であの、まあ、Twitter で毎日投稿してる情報とかがあるんだったらその情報をちゃんとあのコピペしてあのついでにすれずに投稿するくらいの,そのなんかほんの10秒ぐらいで終わるような手間を増やすだけでひょっとしたらものすごいそのなんか将来自分がその今の,そのなんか窮屈な毎日死んだ顔をして職場と家との往復をするような人生を突破するそのなんか大きなその花を咲かせる種をまいておくことができるかもしれませんよって話なんですよね。で クラブハウス今,今オワコンみたいになってますけどそしその何だろう新しい SNS ってそのクラブハウスみたいにすごい爆発的にヒットしたけどなんかオワコンになる可能性もあるから正直スレッドがその手放しで信頼できるとは限りませんただ、まあ、やる価値はあるよねって話なんですよねでクラブハウスもすごい可能性を秘めてたわけなんですよ であのクラブハウスってなんかリアルタイムでアーカイブにもそのなんか動画とかが残らないし芸能人たちがなんかいろいろ集まってお話できるみたいなプラットフォームなんですよねなんですよね <laughs> すいません僕あんま使ったことなかったんですけどっていう風になったらやっぱりあの僕みたいにその陰キャでそのなんかアンチコメントばっかり書いて僕はアンチコメント書いたことないんですけどああの陰キャでで 性格の悪い人間とかはあの人前であ人前でというかその匿名じゃないわその自分が誰かっていう風に分かってる状態で会話に参,参入できないんですよねやっぱ性格が悪いですとか話下手なやつって普通に話してたら分かるじゃないですかだからそのな Twitter 民みたいな人たちはクラブハウスに入りにくかったわけなんですよねみたいな風にそうなんだろう勝手にこのスレッドというプラットフォームが匿名性を排除してくれているからそのなんかあの底辺の人間が入りにくいわけなんですよね <laughs> っていうことがあるからそのなんか 匿名で人に石を投げるのが好きな人たちは Twitter に流れてそうじゃない人たちはそのなんかな麗なツイッターを試したい人たちはスレッツに移動していくからそういう意味でもスレッツってなかなかやる価値あるんじゃないのかなっていうふうに僕個人としては思うんですよね非常にワクワクするところなんですよっていうのもあって正直その僕のライバルを増やすようなことを今から言うのって正直アホだなっていうふうに今喋ってて思ったんですけどまあ何よりスレッズが面白いなっていうふうに思ったので皆さんもぜひ試してみてくださいで僕のののスレッツのアカウントのリントリクはあの まあ、この動画が面白かった役に立ったなっていう風に思ってもらったら概要欄のところにその僕大之助のスレッズのアカウントを載せておくのでそちらの方フォローいただけたら僕もフォロー返ししますということで今回はスレッズの凄さについて紹介させてもらいましたということで今回は以上バイバイ